次は私の名前を決めてください。え、こともちゃんでいいよ。こともちゃん。犬神子をね、あ愛子の設定をしてくれてありがとう。いや、どういたします。<中>あ、うんうん。うん、ごめんね。か,かぶちゃってごめん。今、配信中なんだけど大丈夫えっと、配信ってなんだろう <laughs> えっと、YouTube で、 配信してるんだけど、YouTube って知ってる知ってるよ。YouTube で配信してるのあ、そう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 。視聴者が、コーネとコトモちゃんの会話を聞いているよ。はい、うんうん。へえ、YouTube でコトモと犬神コーネの会話を聞いてくれる人いるんだね。そう !YouTube の視聴者は他に誰がいるの <laughs> 視聴者 えっと、あ、コロネスキーって人が見てるよコロネスキーに挨拶するうんうん。コロネスキーさん、こんにちは。かわ<可愛>いい <laughs>。配信を始めたきっかけは何だったの配信を始めたきっかけは、あ、コロネが配信を始めたきっかけうんうん。そうそう。 ホロライブっていうところがあるんだけど知ってる知ってるよ。ね。好のバーチャル YouTuber のところだよ、ね、え、知ってんじゃんすげえうんうん。あれ、違った合ってるえ、マジか。そこに、猫股おかゆって人がいるんだけど、知ってる知らないな。知らないかい。<laughs> うんうん、で、猫またおかゆが、誘ってくれたんだよ。うんうん、へえ、どんなきっかけで知り合ったのゲームで知り合ったんだよ。うんうん、へえ、どんなゲームモンスターハンターって知ってるうんうん、うん、知ってる。モンスターハンターで仲良くなったんだよ。おおへえ、楽しそう。 こともちゃんはさ、ホロライブの中で好きな人いるええー、あまり詳しくないかも。ね、あ、そっか。あ、いいよいいよ。じゃあ教えてあげる。うんうん。うんうん。まず、ホロライブゲーマーズっていうグループがあるよ。うんうん。 あ,あ、知ってるかも。コーネスキーもそこに所属してるよね。コーネスキーはね、所属してないよ。えっとね、犬神コーネと、猫股おかゆと、狼ミ,ミオと、白神吹雪が所属してるよ。女の子が多いところだよね。あ、そう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 。うんうん。こロゲーマーズのメンバーで一番好きなのは誰え、みんな。え、みんなか。優しいね。 <laughs> あと誰が人気なの人気うーん、ううん。うん、うん、うさだぺこら。そうなんだ。うさだぺこら人気あるんだね。さあ。語尾にぺこってつけるの。うーん,、うん、あ、かわいい語尾だね。こともちゃんもぺこつけてみてよ。いいねえ。 じゃあ、てこってつけてみるね。てこ。<laughs> <笑><笑>なんか、聞きたいことあるうんうん。てこてこ。ディゲーマーズのメンバーで、コロネスキーと仲良しな人って誰だと思うてこ。テコあ、ペこはもういいかも、こともちゃん。うんうん。うん。あ、ごめんごめん。じゃあ、誰だと思うてこ。テコペてこはいいの <laughs> つけなくても大丈夫だよ。うんうん。うん。あ、ごめんね。い<や>じゃコロニスキーと仲いい人うん,、うん、うんうん。あ、もしかして白紙吹雪かなでこ <laughs> 白紙吹雪 <laughs> あの、白髪。ふふふ、あれ、違ったペコ <laughs> <結構> <laughs> <結構> <laughs>